ともうなんか春っぽい感じで一緒に今日はあの2人で桜をつけました。桜をつけて良かったですよね。お天気もすごい良かったですよね。これやらせ感満載、やらせ感満載ちょっとストップ。だって和文化を体験する会、当選挙をしたりですとか三味線を聞いていただく会というのをご依頼いただきまして、お客様をお迎えしました。私のお教室の生徒様、生徒さんたちの中でも一生懸命お稽古をされて、そして例えば、まあ、いつかおで生徒さんをお教室で生徒さんも教えたりとか、あるいはどこかに出て演奏したいなと思っている、いらっしゃって、そして勉強、そういう勉強を続けてらっしゃる生徒さんにお仕事をお手伝いしていただきました。さあ、どんな様子だったのでしょうか。ご覧くださいませ。今日はですね、そのお仕事をデビューをした生徒さんの様子をご覧いただきます。感想ですよ。あ、今日はありがとうございました。なんかあのトイキさんの皆さん、すごいあの素敵なお着物で、なんか春をすごく感じさせられました。一緒にあのゲームを、お座敷遊びをしたり、いろんな曲をあの弾かせて。お座敷遊び上手でしたね。盛り上げあのすごい楽しかったです。なんかまた皆さんとお目にかかって、一緒にいろんなあの古典の曲を聴いたりとか歌ったりしたいなと思いました。はい、ありがとうございました。はい、こちらの生徒さんは次回の演奏会にも出演していただく予定です。ぜひですね、うちの新人さんを応援にいらしてくださいませ。あなたのご来場をお待ちしております。